ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンと。皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。セイキン TV ので一回押さえた後に、これ毎回練習。皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。でしょ。そうです、ほらそうです。で、今日はですね、はい、今日は何、どっちがイケメンか決めようやって話ですよだいぶストレートのいくねまあね、はっきり言ってどっちもね、イケメンじゃないじゃないですか。そう、その通りですねそんなの分かってる。なんだけど、そんなの分かってる。もうね、あの白黒つけようやって話で、あ、そう、今日アプリに頼ろうと思ってですね、美男美女診断というアプリを使って、もう一発勝負でどっちがイケメンか、勝負したいと思います。なるほど。それでは起動します。ポチ。前確かやったことあるような気がするんだよな、これ。スタート、男女。じゃあ僕からいきますか。うん、ね、後で敗北のね、あの痛みを味わわしてやろうと思ってね。男、メガネ取った方がイケメンになるかな。まあいいや、メガネしてる状態でも、それで私の勝ちだ。変わるかも。うん、今回いいのかな。これどこまで入れんだろう、これ。それへんももう、そこらへんも勝負か。そこらへんも関わってくる。そこらへんも勝負か。勝負。じゃあ髪型もね、これね、入れていった方がいいんじゃないでしょうか。いきましょう。髪型も選択されるのかな。せーの。あ、位置を確認してください。だって、うん、大体合ってるのね。うん、もうすぐ来ちゃうよ。それでは行きます、うん、大丈夫だ、私の勝ちだ。行きます。この写真で診断ポチ。うおー、わー、来た。行きますよ。はっ、うおー、レ結構いいんじゃない。やべえ、恐ろしい。 D とかになったらどうしよう。総合評価 B。 ミスチルの桜井さん似てるって全然もう怒られちまう適当だろこれ絶対これはまずい。絶対これ嘘でしょ。なんなのこの、そして横比率なんなんだよ。あ、顔が横に平べったいってこと。これ 55% ってことは理想 46%。 あー、そういうことか。もっと縦比率ちょっとね。そう、僕顔長いんで縦比率が38でちょっと超えちゃってる感じ。ただ B です、総合評価。まあまあだね。あれじゃない、普通に撮っちゃったら負けんじゃない。どっサングラスとかして撮るの。もう格好つけて撮ると。もう一度診断する。ああ、もう来ちゃってるよ。やべえなこれ。うわー、やってるやってる。髪型とかを調整して、この辺がいかにこうふわっとしてるかによってこうイケメン度が縦比率変わるじゃん。そうだ、縦比率、そう、縦比率上げていこう。こういう風にして、さあ、目もちょっとパッチリさせたんじゃない。そうだね怖い怖い怖い。平凡な顔してるな。平凡な顔でいこう。 OK、 真剣勝負やな。お、いいんじゃない。お、お、いいんじゃないの。これ大丈夫。位置合ってるよね。うわ、怖えB 以下だったら、 B 以下だったら僕の勝ちですから。 B か。さあ、いきますよ。セイキンの診断まで3、2、1、ファイヤー、ファイヤー。いきますよ、いきますよ。どうぞ。せーの、ポチ。おー、やっべー、やべー、やったー、勝ったー。まさかの負けたわ。それもこれ失礼だな、これ。トキオ、トキオの城島さんだよ。城島さんじゃん。失礼失礼、あんなイケメンじゃない。エキストララウンド行く？うん、ちょっと行こうか。だってこれだってさ、S から始まっててね、で、はい、D まであって、結構下の方だね、どっちかっていうと。そうじゃん、でも。で、まあ、僕が逆に過剰評価されてたんで。そうか、そうか、しょうがないね。じゃあ僕ちょっと本気出しますわ。あの、差を見せつけます。はい。メガネ外していきますよ。あ、ありますよ。あのね、ひーちゃんね、メガネ取ると若返るんですよ。そうかな。いきますよ。そうか、まあでも C だけマシか。僕も髪型をね、ちょっとちゃんと高校生の頃のように盛り上げて。ほらほらほら、ちょっとほら。あ、やば、メガネしてないのにメガネこうやっちゃった。いきますよ。はい。ちょっと微笑んでね。いきます。うん、いいんじゃない。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。何がいいのか分からないけど、いきます。この時点で分かんない。3、2、1、ファイルル。え、今なんかちょっと嫌な予感しなかった。すっごく嫌な予感しなかった。嘘、まさかの広告流れちゃった。 D ランク来るかこれ。すごい今ね、若干一瞬見えてた疑惑。せーの、ほら来た。ほら、メガネのおかげでちょっと良くなってた。メガネでごまかしてたんだよ。メガネする。あ、ダメダメだ、高評価になっちゃう。うん、何が横比率がめっちゃ高いんだけど、うん、すごいねこれね。5段階評価で一番ダメ。ひでー。エクストララウンドやんなきゃよかったわ。うん、はい、
まあ、でもこれで D 出してくれれば同点なんだ、ね、あ、もう一回やるんだよ、ね、そうだよ、フェアじゃないよ。おかしい、じゃあメガネしてよ、もう今後も。さあ、安定感で来るのか。お、ちょっと変えてきた。どうした方が君と判断されるのかね。ちょっと変えてみれば、お、ちょっと鋭い感じ、鋭い感じでいけば、鋭くいきます。はい、うわー、決まった。よーし、決まった。これ S ランク来るんだよ、これ S ランク来たらやばいから。それでは、セイキンエクストララウンド、真の勝負まで、3、2、1、ファイヤー！おーちょっと上がった、ちょっと上がった。平均値取ると僕の敗北ですね。やめとけよかった。1回目でやめとけよかった。そうか、やっぱり鋭い方が、ちょっとイケメン風に見えるってことだな。いや、僕も普段からもうセイキン TV のセイキンですって感じでやってるよね、こうやって。で僕もそうしますよ。そうだ、鋭くやったから多分全体的に見えると。いつも鋭いんだけどね。YouTube どうもヒカキンです。しかも似てる芸能人ケンシロウなんだけど。いや鋭いの、あ、でも鋭いの読み取ってんのかな。あ、そういうことかもしれない、ね、あ美男美女診断。まあでもこれね、どこまで正確なのか分かんないんですけど、まあ、何が基準値だ、概要欄にダウンロードリンク貼っておきますので、そうですね、やりたい方はぜひ。そうね。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビューン、じゃんけんポン、バイバイ。私ヒカキンのツイッター、ライン、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では、私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押して。ダラク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 